こんばんは。 BR チャンネルファッションカレッジ MC の寺田由紀です。現在朝の9時半ごろなんですけど、なんかねちょっとふらっと六本木に来ちゃったんですよね。あれが有名なミッドタウンでございます。せっかく六本木に来たということで、ちょっとふらっと歩いてみますかね。ちょっと行ってみましょう。せっかく六本木に来たんでね、何かしたいところなんですけどね、なんかいいとこないですかね。あー、ぐじ東京がある。せっかくなんで行ってみますか。朝の9時半だけど、まあ入れてくれるでしょう。行ってみましょう。おはようございます。お店も開いてるぞ。そうそう、六本木にはぐじさんがありましたね。ぐじ東京、久しぶりにお邪魔しましたね。ちょっとせっかくならお話を聞きたいなと思ったら、あ、田野さんじゃないですか。あ、どうも、寺さん。おはようございます。おはようございます。すみません、なんかわざわざようこそ。プラッと六本木に来たら、たまたまぐじ東京を見つけて、ちょっとお邪魔してみようと思ったら、たまたま田野さんがいらっしゃったんです。そうです。ちょっと僕もたまたまこの店に、たまたまBR チャンネルちょうど見てました。僕の回。すごくたまたまですね。たまたま見てました。じゃあちょっとせっかくなので、はい、新作とかご紹介いただいてもいいですか。僕の新作っていうとまたいつものスーツになってしまいますけど。もちろんスーツの話聞かせてください。たまたま揃ったばっかりです。たまたまです。じゃあちょっとご紹介しましょうか。よろしくお願いします。いいんですか。はい、かしこまりました。ぐじ東京さんのお店の一番奥、はい、そうですね。ここがあれですか、例の。そうですよ。これは今春物のリングジャケットの特選素材たちです。そうなんです。ここがですね、リングジャケットコーナーでございますよね。そうですね。はい、そうです。じゃあちょっと、はい。あれ？何？誰？宮本さんじゃないですか。何してるんですか？たまたまですよ。普段はリングにいるのに、たまたまぐじにいらっしゃったんですか？すみません、タイドアップしてるとこ最近見たことないですけど、ピッティの初日の3年ぶりぐらいに見ました。久しぶりだな。たまたまマイクもつけてますよ。たまたまのネクタイにたまたまのマイクついちゃってるんで。たまたまですか。じゃあちょっとお願いしていいですか。すいません、なんかいやお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速どれから参りましょうか。まずもう僕何回も何年にもわたってもスーパーブリオスーパーブリオって言ってるのは記憶にございますか、寺さん。そうですね、めちゃくちゃ記憶にあります。もうこれ悪い癖なんですよね。もう売れたらやり倒すっていうドーメルっていうのはね、宮本さん世界を代表するね生地ブランドと知られてると思うんですけど、フランスのブランドなんですけどね、はい、生産はイギリスです。その中でも、春夏の特選素材といえばこのスーパーブリオモヘアですね。モヘア南アフリカとかトルコとかで取れるアンゴラヤギさんの毛から取られる独特のツヤと張りのある生地で、夏の宝石って言われてるぐらい夏にはすごく映える生地なんです。でそのドーメルに今回ちょっと別注しまして、生地から。生地の別注ってできるものなんですか。その有名な生地ブランドさんですもんね。そうなんですよ。できるんですけど、ちょっとロットがありまして、しかも、はい。2種類もやりました。あら、どれでしょう。別注はこのブルーグレーというか、ネイビーにグレーがちょっとかかったような色をまず別注しました。去年一昨年はこのネイビーも先ほど申し上げた独特のツヤ張りあるんですけど、フレンチがかったようなちょっとこう中庸的なブルー、絶妙な色目でですね、これあります。なんでこのブルーにしようと思ったんですか。大きなトレンドとしては、こういうクラシックの世界でもネイビーはちょっと青みがかってる、青くなっている傾向には緩やかになってるっていうことなんですね。あとはちょっとこう中庸的なグレー混ぜたようなフレンチっぽい雰囲気をドーメルで出したかったっていうので、このブルーを日本ではここだけ、世界でも多分うちだけかなっていう。もう一つはどれですか。このダークネイビー、ベースダークネイビーのストライプ。同じネイビーですか、はい、ストライプがちょっと入るだけで全然印象が変わりますね。でこれただのストライプと思いきや、はい、このピッチを指定してるんです。これ2センチなんです、はい、ちょっと太くしてるんです。通常のストライプは多分 1.6 とかそれぐらいのものがベーシックだと思います。なんでその4ミリぐらい広げたんですか？これもストライプはちょっとこう広くなる傾向にあるんです。広げたいんだけど広すぎちゃ困るっていう塩梅を狙ってこの2センチにしたんです。ただただかっこいいだけじゃなくてビジネスで成功していただくための黄金律と思っておすすめしてます。おーって言ってますよここまでこだわってじゃあちょっとせっかくなので、はい、どういう雰囲気になるのか着てみてもらってもいいですか？はい、せっかくなんで宮本さんあ、そうですよね。なんか薄々そんな感じしてたんですけど。ブルーグレーいきましょうか。ブルーグレーで、はい。8。うわー、かっこいい。めちゃくちゃいい色じゃないですか。いい色ですね、これ。めちゃくちゃかっこいいですね。このこれむちゃくちゃええな。絶妙な光沢がありますね。これどういう風に着たらかっこいいとか、どういう V ゾーンにしたらかっこいいっていうおすすめはありますか？基本的にベーシックに今まで着ていただいている合わせで問題ないですし、うん、このジャケットを着るだけで行き過ぎないトレンド感っていうのは感じていただけますけど、やっぱりネクタイをもうちょっとこう淡い色目にされたりすると映えるというか、最近こう綺麗な色目っていうのが出てきているので。ただピンクとかグリーンとかイエローとか。グリーンもいいんですか？全然大丈夫だと思います。ちなみにあちらにネクタイが見えてしまったんですけど、はい、田野さん的におすすめのネクタイとかってありますか？もう1個しか選ばないですけどいいですか？あ、1個いいじゃないですか見たことあるなこの浅黄色中央的なハンナリーズからです。そうですよね。スポンサードされているハンナリーズというチームのチームカラー、はい、ヘッドコーチも試合中にしているという、うんのもいいですし、はい、グリーンでもちょっとこうグレーイッシュなものを選ばれるとすごくトーンがあっていいと思います。まあ、僕着てるようなこういうちょっとこうグレーイッシュなんですよね。こういうものを選ばれてもいいですし、ネイビーでもちょっと淡いというかそういうものを選ばれると全体的なトーンがすば素敵だと思います。ちなみにですね、コメントに入ってたんですけど、はい、浅黄色のネクタイ欲しいです。おぜひどこにお買い上げいただけるとありがたいです。グッズで待ってます。ハンナリーズを応援してください。そうですね。じゃあせっかくなんでストライプの方も着ていただいていいですか？はい。わあ。もうなんかもうできるビジネスマンね。やっぱなんか背筋が伸びる感じが。さっきと全然雰囲気違いますね。うん、かっこいい。うん、落ち着いた雰囲気がやはり出ると言いますか。やっぱりスーツは。こういうのなんですよ。シンプルででもこう質が良くてっていうのが仕立ても良くてっていうのが、うん、なかなか画面では伝わらないかもしれないですけど、ほんのりツヤがいいんですよね。これでこのクリースが取れづらいっていうのが特に、うん、なのですごくこうパキッと見えます。ですからちょっとこう華奢な方でも立体的に見えるので、そういう面でもモヘアはおすすめです。特に夏場は汗をかくとクリースが取れやすくなったりするので。なるほど。で湿気がやはり日本ありますから、うん、そういう面では日本の気候にも向く春夏の最強素材だと思います、ビジネスの。ただ、うん、一つ難点があります。何ですか？高い。税込み16万5,000円です。これ、うん、いいお値段すると思うんですけど、うん、リングジャケットさんの手順仕立てで、うん、ドーメルのスーパーブリオで、うん、この値上がり傾向のご時世、うん、安くはないですけど価値はあると思います。ちなみに先ほどのこちらは同じお値段です。同じお値段16万5,000円、はい、でしかもスーパーブリオ、はい、グレーもございますまだあった。ダークネイビーグレーでブルーグレーとストライプ、この4種類で、そのうちのブルーグレーとストライプは別注です。別注、はい、でしかも、はいはい、このスーパーブリオに、うん、ダブルをご用意してます。これ僕がよく BR さんで着用させていただいている弊社の完全別注モデルのダブルです、うん、あ、以前完成したとおっしゃってた、はい、ダブルジャケットですね。スーパーブリオのこのダブルご用意してます。かっこいいですね。かっこいいでしょう。はい、まあ、最近こうダブルを開けて着る着方をされる方も多いんですけど、閉じていただいた方が立ってる時はダブルかっこいいと思います。ビジネスにおいては。せっかくなんで田野さんこだわりのこのダブルもう一度ご説明いただいていいですか？一番はシングルと同様にこのアームを極限にまで細くしてます。やっぱりビジネスにおいてはシュッと端正であるっていうのが弊社のこだわりなので、ただ細くしすぎるとリングジャケットさんのこの伊勢込み着心地、そうですね、はい、アイロンでこう、ね、体にフィットするように作られてるんですよね。こうグッとこう縫い込むんですよね。それによってこう可動域を作っていくんですけど、あまりにこう細くしすぎると動きづらくなるので、着心地もリングジャケットさん特有の軽さだったり可動域だったりとかっていうのを重視しつつ、見た目もかっこいいっていうのにこだわってます。なるほど。あとこのダブルの角度だったりとか幅とかっていうのも、角度、このゴージもこだわってます。クラシックな昔のやつはもうちょっとこう降りてると思いますね。降りてる？でこの角度がもうちょっとこういう感じになってますね。ああ、ちょっと縦っぽいというか。でこの幅も狭くしてますし、ウエストのシェイプも効かせてますので、あくまでビジネスでクラシックかつシャープに着ていただきたいので、この幅っていうのもかなりこだわっているつもりです。はい。ご用意したのは定番のネイビーと先ほどのネイビーのストライプとブルーグレーのダブル。ちょっと光沢がある生地じゃないですか。全然ビジネスでも使えたりしますか？僕はぜひ着ていただきたいと思いますし、このツヤっていうのは決して下品じゃないんですよね。でも例えば、新入社員の方が着られると生意気やなそんな絵の着てって言われるかもしれないですけど、いいスーツを買ってこれに見合うような仕事を頑張るぞっていう買い方も人それぞれだと思うので、スーツがね成功に導いてくれる的なね。なるほど、ありがとうございます。ここまでがドーメル。ドーメル。まだまだあるんですよね。まだまだあるんですよ。僕の大好きな。大好きな。フォックスブラザーズ。フォックスブラザーズだ。覚えました。イギリスの生地ブランド。そうです。もうイギリスの名門中の名門ですよ。で、今回この新色が出てたんですよ。ほう。デニムのようなね。ちょっと珍しいですね。今まで見たことない新色が出てたので、これで選びました。これフォックスでもフォックスエアーっていうシリーズなんです。日本の糸を一本にこう強くよって、平織りで織られてるんですけど、フォックスの特徴は生かしつつ通気性があってシワになりづらいっていうのがこのフォックスエアです。これもすごく合わせやすいですし、今まで着ていただいてるシャツ体と合わせていただいても全然問題ないです。お待たせしました。かっこいい。ドーメルの針もそうなんですけど、フォックスブラザーズのこの腰っていうのもすごく仕立て映えするんですよ。なるほど。ドーメルの針、フォックスブラザーズの腰、はい、その針腰は感じるんですけど、非常に軽いというかね、はい、まあもちろんタイドアップもいいんですけど、ニットポロとか着ていただくってもかっこいいと思います。あ、そういう着方も OK なんですね。はいはい、先ほどのドーメルもそうです。ニットポロ着ていただいたりとか、最近だとノータイでワンピースカラー、オープンカラーとかを着る着方とか、朝のシャツとかすごく映える素材です。特徴的な、ちょっと木っぽい感じなので、奥行きがありますから、その高そうに見えると思います。ありがとうございます。続いては。続いてゼニア。ゼニア。ゼニアの生地はちょっとこうとろみがあって、このまず14マイクロン。はい。14マイクロンは、糸の細さの名前です。よくスーパーいくらって言われると思うんですけど、スーパーで買えると180ぐらい。数字が大きくなるほど細くなるんでしたっけ？はい、だとしたらすごい細いですね。カシミヤと同じぐらいの繊維です。で、それをウールで。じゃあカシミヤ級ってやつですね。めちゃくちゃ柔らかい、軽い。もうゼニアならではのね、独特のそのウールの風合いがもう最高のスーツですこれ。ちょっと触ってみていいですか？いやもう。柔らかい。柔らかい。色もウールの良さが出るグレーのようなちょっとベージュが入ってますね。すごいいい色ですこれ。大好きな色してます。あ、小川さんのね。はい。はい。めちゃくちゃ軽いですね。やっぱり全然違います。明らか違いますね。より軽いですね。いやこれすごい軽いでしょ。動きやすさはどうですか？いやもう抜群です。抜群。抜群です。フルケジン。フルケジンです。はいはい。リングジャケットさんはこの毛塵がすごく薄いものを使っているので、この副資材が薄ければ薄いほど縫製しづらいんですけど、この生地に合うような毛塵を使っていらっしゃるので、こういう軽やかなでも立体的な雰囲気っていうのは出ていると思います。素晴らしいですよね。リングジャケットさん。素晴らしいですね。はい、素材の良さがもうにじみ出てるもんね。なんかあれですね。これを着ているだけですごく優しそうに見えます。優しさが伝わるというか。これどうやって着ればいいですか？いやこれはね、はい、ちょっと淡い色目なので、僕してるこういうのとか合わせていただけるとすごく合うと思うんですよね。ああなるほどなるほど。ポロニットとかでもいいと思いますし、先ほど優しいとおっしゃられたように、はい、優しい色目で合わされるといいと思います。ちょっと優しい合うネクタイってありますか？優しい色目。さすがっすね。あ、じゃあ違うの。いやダメだった。これはダメでした。勉強になりますね。どういうことですか。こういうこうニットタイとか合わせられるとニットタイすごい素敵だと思います。こういうベージュ系とか合わせられてスウェードの靴履かれたりとか、こういうブルーでもちょっとこう淡いトーンの色目を合わせられるとすごくトーンが合うというか。もうネクタイも含め優しそう。優しそう。に合わせるといいと思います。こちらのお値段いいですか？17万500円です。17万500円。これもゼニアの14マイクロンのシリーズは本当に生地の中でもトップオブトップなんで。なるほど。まあその生地を使用して毛人仕立てでっていうと今のこのご時世考えると価値があると思います。そしてまだまだゼニアもう一種類僕がちょっと着用させていただいているモヘアトロフィーっていう。ゼニアっていうのは、まあ、トロフィー制度っていうのがありまして最高級のモヘアとウールをブレンドしたこのシリーズです。もちろんドーメルも最高級のものを使用しているんですけどイギリスのドーメルとイタリアを代表するゼニア混合率は違うんですけどちょっとこう柔らかさがあります。モヘアの中でもやっぱり国によって違うんですね。やっぱりちょっとナショナリティとかありますよね。で色もねやっぱこう上質なウールがこうにじみ出るような色めちゃめちゃかっこいいです。めちゃくちゃいいです。これ軽い艶やかでこの合わせポイントは今日の合わせポイントはちょっとこのブルーグレーみたいな中庸的なものを合わせたのとそれに合わせてスウェードを履いてきました。なるほど。スウェードとモヘアって相性が非常にいいので例えば先ほど書いてるポロニットを着てこのスーツを着て素足にスウェードのローファーとかっていうのが夏場とかだったらかっこいいと思います。こちらじゃあちょっとお値段いいですか？16万5千円です。なるほど。このモヘアトロフィーでね。でまだまだあるんですよね。まあまだというか、はい、ずっとやってます、うん、オーストラリス。オーストラリス。定番としてずっと扱っているスーツです。なるほど。これも黒、グレー、ネイビーがありまして、グレーとネイビーはダブルもご用意しています。本当にこうとろみがあって柔らかくて艶やかで上品で、なるほど。もうイタリアを代表する生地だと思います。そんなオーストラリスにコメントが、はい、ちなみに先ほどの浅黄色のネクタイが欲しいとコメントをくださった方。はい、動画で出てきたオーストラリスのスーツ着ています。おお、ありがとうございます。エレガントで肩周りのストレスもなく最高です。ありがとうございます。そして浅黄色のネクタイが欲しいですというコメントでした。最高ですね。最高です。もう一方、いつも楽しく勉強させていただいてます。はい、オーストラリスのスーツは艶がありますか？はい、ビジネスで着ても派手ではないですか？40代ですというコメントが入ってたんですよ。まあこれは確かによくお客様からも実際店頭でご相談いただくところではありますね。確かに艶やかなのでイタリアらしい色気みたいなのも感じますし、それがトゥーマッチだなっていう環境であれば僕はやっぱ控えられてもいいかなとは思いますね。やっぱり洋服を着て見た目もそうですけど心もやっぱり自信を持ててっていうのがやっぱり僕たちの基本なので、僕はこれで絶対商談を勝ち取るっていう風な思いを持っていただけたらぜひ着ていただきたいなと思います。絶対そのプラスに作用してくれると思います。この方もね検討されてるみたいなので、ぜひぜひ自信を持ってね、本当にお好きでかっこいいと思われるなら自信を持って着ていただきたいですね。まだあるんですけどいいですか？あ、どうぞ。またイタリアを代表するコラードです。コラード。2、3年前ぐらいからスタートしたもともとバルベラのオーナーだったコラードさんが作った新しい生地ブランドです。うん、これはシルクウールリネンの三色温でムリネと言いまして木調になっている。確かにいろんな色が混ざっている感じしますね。はい、シルクの艶と最高級のウールでリネンを足すことで凹凸感を出して木調にしている。でちなみにこれ実はスーツじゃないんです。セットアップ。セットアップ。パンツはパンツ、ジャケットはジャケットで売っているのと、うん、ディテールがこれはご覧いただくとパッチポケット。あ、本当だ。じゃあやっぱりちょっとカジュアルということですか？はい、そうですね。これはビジネスではどうですか？同じ答えになってしまうんですけど TPO というか、うん、選ばれてお召しいただくのがいいと思います。うん、あえてちょっとカジュアルな雰囲気が必要なお仕事の方とかもいらっしゃるでしょうしね。多いですね。最近銀行さんとか営業来られてもカジュアルな方すごく多いですから。チャコールグレーのパンツ履いていただいたりとかっていうことで、ジャケパンの合わせも楽しんでいただいてもいいと思いますし。なるほど、はい、どうですか。いや、これも軽やかで着やすいですか。着やすいですね。これ46なのでちょっと宮本にはちっちゃいかもしれないですけど、はい、着ていくとリネンが入っているんでシワがいきます。そのシワ感も楽しんでいただきたいですね。ほうほうほう。多少の気を使っていただくといい感じでシワが寄ると思います。味のある程よいシワが出るんですね、はいはい、じゃあお値段を。ジャケット118,800円ですね。パンツで35,200円、上下でも15万ぐらいですかね、うんうん、コラッドさんの生地を使用してのこの価格なので価値はあると思いますし、うん、ぜひ丁寧に着ていただいて長く着ていただきたいなと思いますね、はい、なるほど、ありがとうございます。こんなとこですかね。やりきりましたか。まあ一応ジャケットもあるんですけど、言っときましょう。これオーストラリスのオーストラリスだシリーズです。ダブルとシングルのジャケットをご用意しています。ちょっとカジュアルな折り方にしているんですけど、スーパー150のオーストラリスなので艶やかですし、なんかロングセラーねこれ。いやもうずっと売れてるんですよ。その折り方がカジュアルっておっしゃってたのはどういうことですか。ちょっとこう見ていただくと組織がこう、あ、本当だ、ちょっと凹凸感があるんですよね。それがまあホップサックでもジャケットに最適な生地です。確かにスーツの感じとはちょっと違いますね。そうですね。スーッとした感じではなく、ちょっとポコポコした感じが。じゃあラストこれを着ていただいて締めとしましょうか。お待たせしました。わあ、かっこいい。ダブルは同じダブルの形です。で、ディテールがパッチポケットになっていることと、ジャケットは半生地にしています。ほう。その心は軽やかに見えます。リングジャケットさんなのでフル生地でもそんなに重たくはないんですけど、より軽く見せるためにジャケットは半生地にしてます。どうですか、着た感じは。いやもうこれも同様に軽やかで、もう着心地がいいですし、着る機会が多いじゃないですか。ゆえにやっぱりこのぐらいの、まあ、軽さだったり、価格もあれですよね。価格は104,500円。104,500円。はい。シングルが99,000円です。9万9,000円。ということでどうですか。紹介しきっていただけましたか。そうですね。やりすぎましたね。いえいえ、スーツ好きの寺田としてはそうですね。すごくテンション上がりました。ありがとうございます。田野さんのスーツ会、本当楽しみに待たれてる方多いですから、田野さんの会が一番好きってコメントくださってる方とかもいましたよ。あ、そういう奇特な方がありがたいですね。ということで、じゃあ最後に何か告知事ありましたら。リングジャケットの、オーダーフェア4月の、8と9にございますので、うん、はい、笹本さん来るんじゃないですかね。はい、そのオーダーフェアは何ができるんですか。形をこの弊社だけのオリジナルの形で生地を選んでいただける。で、うん、笹本さんがフィッティングをして細かな修正とかも対応していただけます。4月の8、9、はい、ここの久慈東京さんで、はいはい、ぜひお越しくださいませ。宮本さんも何かありますか。そうですね。今回ね、久慈でスーツ会なんですけど、地下にリング東京が店舗も増床してございますんで、ついででよろしいんで、ぜひたまたま六本木にいらっしゃった際はリング東京に、たまたまね、そうですね、たまたまお願いします。ぜひ皆さんもお好みのスーツ見つけていただけたらと思います。それでは本日もありがとうございました。次回はこちらです。一世を風靡したモデルをリファインして今の時代に合わせたものを今日ご紹介できるので、ジャケットはもう少し軽くていいよねっていうのが昨今のなんか全体的な流れです。これがすごく綺麗な、もう本当にガーメントダイのジャケット、イタリアの人大好きで、本場の空気を出せるジャケットたちですね。そうですね。チャンネル登録はこちら、そしておすすめ動画がこちらです。こっちも見てね。